じゃあナズピのパンツは可愛いとエッチどっち？可愛い。可愛いんだ。うん。ウサギちゃん？じゃあ誰のパンツがエッチなの？ナズピ。ナズピエッチなパンツ持ってねえよ一枚も。ほのかさん持ってる？ん？エッチなパンツ。持ってるよ。ほのかさんがふんどしとか、うん、まあまあまあちょっと言えないかな、エロすぎて。男の人ってさ、なんかさ、そういうさ大事な時にさパンツ選ぶもんな。いや対戦を何でもいい派？何でもいい派。いや俺でも、うん、俺パンツはいいの買うからな。なんか安いパンツ買ったことほぼないな。安いパンツってな、破けるからな。俺トランクス、トランクス大好き。トランクスとボクサーの付け分けは何？一緒なんじゃないの？どっちも。いや好みじゃない？え、どっちが？違う、俺トランクスじゃない。ごめん、俺ボク、ん？え、ピタってしてるのは何？ピタってしてるのがボクサーで、なんかストーンって落ちてるブーメランやつがあれよ。え、もうさ、どっちかしか履かないの大体。もうなんか好みやな。トランクスに目覚める人か、うん、あのボクサーに目覚める人か、特殊な、まあ、アジャみたいなブリーフに目覚める人かの3択。そうだ、俺トランクス履くけど破れちゃうんだよね。ブリーフはまた別枠なんだ。そう。アリケンはオブツ？パンパス。オブツ？パンパスはナズちゃん。ナズピがパンパスだね。じゃあラムはT。 こラムチなんだ。 T、ティーバック。エージェントを選べ。ラムチキルジョイだ。ラムチティーバックなにするじゃあ、今日から。どんな会話なん今。ティーバックさ、誰が止めんの？誰が止めんの？俺か？今日俺か？ラムチティーバックいける？いけるよ。私、お尻にさ、引っかかってるの感じて無理なんだけど。あー、嫌な人いるよね、多分。うん。でもさ、なんかデニムとかさ、敵同じじゃね？タイト系のスカートだったらさ、ライン出るくね？確かにな、パンツの形のライン出ちゃうもんな。うん。ブリーフってパンツのライン出る？ブリーフは出るんじゃない？いや、ブリーフってあの女性用のパンツみたいな形してるからな、どっちかっていうと。俺ブリーチなんだけど。ブリーフだから。持ってブリーチ。ブリーチ持ってよ、ブリーチ。ブリーチボム持って。あ、はい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 。ブリーチボム持てかす。ブリーチって説明するやつ、パンツ事情。え、あ、じゃあ今のマッチングの時間何してた？